今日の2本目はですね、映画ですね。で、監督さんがジョン・M・チューで、主演がですね、コンスタンス・ウーで、ウーだってあのクレイジー・リッチです。はい、なんだって、いやもうね、このウー仲間として本当にこれはとっても嬉しいんですよってこと今言ってますけどね。まあそうですよね。で、これなんですけど、これはウィキペディアにも書いてあるんですが、あのハリウッドのメジャー配給作品としてジョイラッククラブ以来のアジア系の俳優でもうほぼ作品が構成されてる映画という。だから、そうなんですよ、僕ジョイラッククラブではちょっと見てないですけど、だから割と白人とかほらっていう人が出るものが多いじゃないですか、きっとハリウッドの映画ってね。で、まあ、白人以外でも出るかもしれないけど、アジア系の人だけで占められるってのは、これもう2018年の作品ですけど、25年ぶりですから、そうそうないことなんだろうというふうに思ってるんですけど、で、まあそういったとこでね、ちょっと見てみようというふうに思って、ちょっと、今見たんですけど、もうね、そういったハリウッド、アジア系の俳優だけで占められてるっていうことは、別にそんな、そういう社会的な意味がすごく強い映画ではないんですよ、これって。あのね、ラブコメディなんですよ、これって。そしたら、レイチェルっていうね、その中国系の女の子がいるの、アメリカ人。で、その彼が、ニックっていうね、彼氏がいるわけ。で、結婚しようよって言われるわけ、ニック。ニックイケメンなんですけど、目がすんごいこう大きい人で、なんかいつも驚いてるみたいな表情がなかなか印象的なんですが、ニックで結婚しようよって話になって、やったって喜ぶわけ。そしたら、このニックってのは、実は言うと、シンガポールのね、大財閥っていうか、むっちゃ金持ちのとこのボンボンだってことがわかるわけ、言ったら。すっごい、飛行機で行こうって言っても、もう最初からファーストクラス取れちゃうんだ。そしたら、いや、これ、まあ、僕の父親の、まあ、その、飛行機の会社だからさ、ね、ただだよ。ブワー行くでしょ？すと、もうそのすごい豪華な世界ってもんね、こうレイチェルってのは巻き込まれていくわけさ、巻き込まれるというかそういう状況に包まれるわけ。そうするとレイチェルってのはまあ一応大学教授やっててね、頭も良くて、大学教授は頭いいってのは情けないかもしれないけども、でまあそれなりにこうちゃんと生活してるんだけど、やっぱさ、こうニックのお母さんから見りゃさ、あなたは身分が違うわよなんて言ってあんまりこういい顔されないわけだ。ニック、ただでさえさ、すごいイケメンでね、ボンボンでっていうと、他にライバルもいるわけですよ、その。そうすると、やっぱ、お母のさ、なんか、バチラーパーティーだ、みたいな、あんじゃん、なんかこう、独身最後のパーティーみたいな。そうすると、ニックの方はニックの方でさ、すっごいなんか、貨物客船みたいな、もうすんごい大きい船借りて、そこで、もういろんなもう人を呼んで、友達がなんか、そういうパーティーやろうみたいなのいて、みんなパーティーでうわーって100人とかぐらいでうわーってそのプールの中みたいに踊ったりするんだよ。すげーなーって思うじゃん。でそうするとこのレイチェルのレイチェルの方でさね、そのレイチェルの友達いないんだね、この状況の中では。シンガポールでもやろうって話になっちゃうから。でそしたらそのニックの友達みたいなのがさ、私たちと一緒においでよって言うんだけどさ、これねコンスタンスウーね、そんなこうあれなんですよ、スタイルがすごくいいって感じの人じゃないわけ、背がすごく大きくてって人じゃないんですよ。でも他の女みんな足が長くてね、ちょっと綺麗な感じで、ちょっとレイチェルのこといじめんだな、裏で。彼女って整形って言葉の意味知らないのかしら。嫌なやつらだね、女ってのは。女じゃなくて男でもそうだ、意地悪ね。一見仲いいかなって思ったやつも結局あなたは彼と身分が違うわよみたいなこと遠回しに言うわけよ、いちいちみんなで集まってるとこ。やだねーって思う、それ言ったっていいことないの、お母さんには嫌われてっつうことでさね。でまあ結局まあさてどうなるということなんですけど、ですね、クレイジーリッチってタイトルがついてるだけあって、これ原作があるらしいんだけど、原作書いた人っつうのが実際こういうとすごくシンガポールのとてつもないお金持ちで、割と本当にこの映画でこう展開されるような生活を送ってたりしたんだよみたいなことをちらっと言ってた気がするんですが、ちょっとオーディオコメンタリーみたいなものを見た時に言ってたと思うんだけど、あのね、なんか見ててね、俺金持ちって死んなくて嫌だなと思ったね。なんかいやなんかもうお金の使い方が分かんなくなっちゃってるみたいな感じみたいなんですよ、どうやら。
わざわざね、そんなパーティーだなんつって言って意味がわからないですよ。ドレスどうしようね。でこんなの着てったら周りに笑われる。なんで笑うのって思いながらそこでね、好きなの着ろよっていうふうに思うじゃない。いやだね、こういう上流階級みたいな話はよと思うじゃん。で惹かれるとこはあるんでしょうけど、そういったとこ羨ましいな。車とかもすごいんだから、みんな車高の光ブーンってくぐもった音がする車でみんな乗ってるのが。でなんか虎がパーティーに来たりとかしてたかな、なんだか。だから金持ち辛いと思うよ本当に。そのいろんな地位とか名誉みたいなものがあるだろうから、パーティー呼ぶやつであいつ本当は嫌いなんだってやつわざわざ呼んだりするんだね。なんか見てるとそういったとこあるっぽいんだけど、こっち見てると分かんないじゃん。なんで嫌なやつ呼ぶんだよって思うじゃない。なんかやっぱそういう界隈なんだろうねきっとそれは。でわざわざさ、友達のパーティーってさ、友達のねバチュラーパーティーみたいので、まあその元カノみたいにさっき言ったあなたと身分が違うよみたいなこと意地悪言われるんだけども、いちいちさ、その意地悪言ってやろうってその心理が分からないでしょ俺は。なんかなんでそんなことをやるのかっつうのが、だからこの映画そういった意味ではそういったとこ救わないんですよね。あのこの間バブルビーと一緒だね。まあそれはそれで一つの方法かなと思うんですけど、なんかバンブルビーでも少し俺引いたけどね、意地悪言われて車ぶっ壊すっていうのはちょっとやりすぎじゃないかと思ったけども、なんか、まあ、花より団子とかの感覚に近いでしょうかね。すごいお金持ちでそうじゃない、まず貧乏ではないけどレイチェルは、だから夢みたいな世界ということなのかもしれないけれども、あんまりギラギラしたものって惹かれないんだなと思いました。あのグリーンアウェイぐらいでちょうどいいですね。行けて、まああれも相当ギラギラしてますけどね。絢爛豪華でね、ジャンポール・ゴルチエの衣装、まあまあまあしてるか。そんなに僕は、まあいい映画ですけどね、最後ちょっと俺ほっこりしたんじゃないかな。でも覚えてないでしょ、1ヶ月ぐらい前に見てね。でもまあ最後いい話だったはずなんですよ。きっとなんか和解みたいなことするんだね。まあ普通のラブコメなんじゃないかなって気したけどね。お金持ちのこうやつっていうか、だから本当自分とは全然違う遠い世界を見てるような感じしてね、あんまりなんか映画に近づけた感じしなかったですね。金持ちの世界もあればそうじゃないところもあるよっていうふうに言えてたらもしかしたら違ったかもしれないんだけど、ある意味で言えば金持ちの持ってる連中が大体意地悪いやつが多いですよ、この映画に出てくる人って。なんかそれも古臭いような、線引きのような気もしました。今思い返してみるとね、当時見てる時は分かんないよっていうような感じで、まあでいろんな論争があるらしいですね。でまあまあロッテントマトでは28件のレビューあって、非評価支持率は 100%、平均点は10点満点で 8.1 点。そうね、クレイジー・リッチは古典的なロマコメ映画から上手にインスピレーションを引き出しつつ、スクリーン表像において満足すべき第一歩を踏み出した。だから多分アジア系の人が出てきたよっていうところは素晴らしいということなのかも分かんない、もしかすると。でもすごいヒットしてるみたいですけどね。論争ではハリウッド映画であるにもかかわらず主要キャストにアジア系の俳優だけを起用するという本作の試みは大いに称賛されたが、その不徹底が批判されることになったって言ってる。なんかいろいろあるみたいです、なんか描き方がちょっと違うとかっていうこと。ああそうか、やっぱ主要キャストだけで、例えば人種でくくってということだけで一歩っていうふうに称賛されるっていう状況があるわけだ。乗れないな俺は。どうもそれはな、白人だけで作ったらきっと今すごく文句言われるんでしょうね。白人だけしか出ない映画ですっていう風に言ったらさ、ねえ、そう考えると裏返しにすると黒人だけしか出ません、アジア系だけしか出ませんってのはなぜいいのっていう風に言っちゃうわけ。そこでいつも疑問に思っちゃうんですよ俺なんかは。いや矛盾があってね、もちろんそれはいろんな多様性っていうことでいろんな映画があるってのはいいんだけども、同時にそこってそれなりの分断が起きてるよねって俺なんか強い思っちゃうんだね。なんか
でもそういう複雑なとこないですけどね、この映画は。映画自体は。だから、まあ、軽いラブコメ見たいっていう人であればいいんじゃないかな。でも、さっき言ったように結構意地悪いところがあるから、そこから見てるとなんかちょっと、それ言い過ぎじゃねって結構冷静に引いちゃうっていう自分がいちゃうってところですけどね。軽さが少し足りないような気がしましたけどね、僕は。はい。というわけで、今日の2本目は加藤さんがジョン・M・チューで、主演がコンスタンス・ウーで、クレイジー・リッチでした。というわけで以上、レビュー 2.0 でした。